いつの間にやら日付は変わって、なんで年って取るんだろう。もう背は伸びないくせに着信の音で飛び起きたけど、そうしたな君かと思ったのに。何かの手違いで好きになってくれないかな。どうにも君のいない場所は空気が薄くてさ、くだらない話は思いつくのに、君を抱きしめていい理由だけが見つからない。ああ、そうか、そうだよな。ハッピーバースデー片思いの俺、この距離を駆け引きにも綱引きにもならないやりとりは、もっと単純な名前で呼んであげられるよ。何一つ終われないけど、つまらない妻もきっと合ってない、物語の続きに一人よがりの毎日に、ハッピーバースデー君に言ってほしいだけ。くだらない話は思いつくのに、君を抱きしめていい理由だけが見つかる。ご覧いただきありがとうございます。少しでもいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。うーでした。